日本史上最高の右打者と世間から言われ、プロ野球界で3度の三冠王に輝いた落合博満。1993年オフに導入されたばかりのフリーエージェント制度を使い、巨人に移籍しました。長嶋監督の下で最強打線の4番を受け持ち、松井秀喜らと共に戦い、2度のリーグ優勝を達成した落合。しかし3年目のオフに巨人から日本ハムへ突如として移籍してしまいます。なぜかというと清原和博が原因でした。落合は清原の移籍に伴い巨人から移籍することになったのです。そんな2人はお互いをどのように評価しているのでしょうか。落合は清原をどう評価しているのか。同じ右打者でありプロ野球界の大先輩である落合。1986年に自身にとって3度目となる三冠王を獲得した時には清原はルーキーイヤーでした。高校からスーパースターとして入団してきた清原を落合は厳しい眼差しで見つめていました。清原がプロ4年目を迎えた頃、テレビで対談した落合は清原にこう問いかけます。お前年俸いくらもらうんだ？7000万円欲しいと答えた清原。するととっさに落合は、清原ってそんなもんの男なのか、自分で自分に値段をつけるんだからさとプロの世界で生きる男の姿勢と覚悟を語りました。そしてこの日落合は「お前下手!」と清原を叱責しました。このままでは野球生命終わるの早いな、ちょっと下手すぎるわ。他球団の選手に対してここまで言うかというほどの手厳しい言葉をぶつけました。さらにタイトルを取ったことのない清原に対し3度の三冠王を含め数々のタイトルを獲得してきた落合は、お前まだタイトル取ってないもんな。やっぱなんか取らなきゃ。取れるだろ。3つ取ってごらんよ。と自分に並ぶよう求めました。一方で、タイトル取るのは難しいよ。簡単に取ってるように見えるけど、全て犠牲にして取ってる。だからオフは家族を大事にする。それが仕事だから。と爽やかに語りました。また、落合は、清原が20代前半であるのにもかかわらず、守備位置がファーストしかできないことにも引き出します。ショートでもいいからさ、キャンプ中練習してもうちょっと動けるようにしなさい。不動の一塁手じゃみっともないぞと動ける体を作ることを求めました。これは清原がまだ22歳の頃の話です。怪我に泣かされ続け打撃タイトルを取れず引退する清原の未来を言い当てているところに落合という人間の凄さを感じてしまいます。落合のこうした発言は清原のことを憎んでしているわけではありません。高校時代の清原を見た落合は、これはものすごい打者になる。俺に続くのは清原しかいない。と言い切るほど清原のバッティングを高く評価していました。さらに2018年のインタビューでも、一緒にやっていくときに抜かれるとか負ける気がしないけど、やめた後に全ての数字は清原が抜いていくんだろうと思っていた。もう少し練習すればもっといい選手になったのに、もったいないよなぁと残念そうに語っています。そんな逸材だったからこそ厳しい言葉を並べ、自分に追いつき追い越す存在となることを清原に求めたのです。しかしそんな2人の運命はあまりにも皮肉な形で交差することになります。1996年のオフ、フリーエージェント権を獲得した清原は憧れだった巨人に移籍します。当時巨人のファーストは落合が守っていました。清原が移籍すればポジションが重なってしまい、どちらかがベンチを温めることになってしまいます。清原が提示した移籍の条件はファーストでのレギュラーポジション確約でした。こうした話は本来世には出ないのですが、関係者から漏れ出てしまい落合の耳にも入ることに。長嶋監督と腹を割って話し合いを行った落合は巨人から出ていくことを決断。そして対談の会見には長嶋監督も同席します。対談選手と監督による異例の会見で落合は複雑な思いを語ります。監督との話の中では、どうしても清原君と競合する、ベンチに座っている回数が多くなり代打という形になるということでした。私と清原君の問題で監督の悩む顔をこれ以上見たくない、そう言って身を引かせてもらいました。長嶋監督は落合を熱心に説得し巨人に迎え入れました。いつも明るい監督がこの日は終始うつむき加減で苦しげな表情のまま座っていました。こうして清原は落合がいなくなった巨人に入団。しかしレギュラーポジションの確約を条件に移籍したものの、度重なる怪我により年間を通してフル出場はなし。また巨人の4番というプレッシャーから調子を崩し、スタメンを外れることもありました。落合が語っていたあの若き日の清原への指摘がズバリ的中となってしまったのでした。清原は落合をどう思っていたのか。清原が落合に対して最初に抱いた印象は、三冠王を取った時の強い衝撃でした。迫力がすごいというか、もうそれ以上でした。同じボールを見逃すにしても、こっちはハーフスイングしているところを落合さんはトップのまま普通に見逃す。バットを途中で止めるような見逃し方を見たことがない。ボールを見ている時間が全然違うと落合の凄さを語りました。そして清原は相手の投手が一番得意とするボールを打つというスタイルに若い頃から取り組んでいました。これは落合がチームを勝利に導くための一つの方法として相手投手に大きなダメージを与えるべく行っていたものです。若い頃から西武の4番を任され、チームの骨組みを任されてきた清原にとって落合は憧れの存在であり、バッティングの師匠でもありました。しかし落合は、清原のバッティングが悪くなったのは俺のせいだと言われたことがあるとコメントを残しています。俺はエースのウイニングショットを打って相手の投げる球をなくすのが4番の仕事だと思ってやってる。だから平気で真ん中の球を見逃す。それを清原が悪い意味で受け止めたらしい。真ん中を見逃して相手の勝負球を打ちに行く。まだ清原がそんなことをするのは早い。俺に続くのは清原だと思っていたからこそ、厳しくも愛のある落合の発言の数々。しかしそんな2人の関係は清原が巨人に移籍したことによって脆く崩れ去ってしまいました。ある時週刊誌の取材に対し清原はこう話しました。落合さんはほんまに性格悪い。中日の監督時代は選手より高い年俸をもらったくせに、ある選手があと1打席でインセンティブ契約をクリアするっていうことを知っていて、わざと試合に出さなかったり、飛行機で移動するときや落合さんが席順まで決めるけど、若い井端とか荒木をスーパーシートに乗せてベテランの立浪をエコノミーに座らせたり、ヘタレ野郎がこういうやり方をするんだな。バッターとしての技術はさすがだと認めるけど、人としては最低。清原がこの発言をした本当の意味は分かりませんが、落合はこの件について沈黙しています。2人の共通点と相違点。ここでは打者としての落合と清原の共通点を挙げていきます。まずは逆方向へホームランを打てる打撃技術。落合はプロ通算510本のうちライトへ176本のホームランを放っています。清原はプロ通算525本のうちライトへ156本。両者がいかに広角にスタンドまで運ぶ技術の高さを持っていたかが分かる数値となります。一方で4番打者という存在に対する考え方も共通するものがあります。落合は4番打者として自分の成績を上げることでチームを勝たせるというマインドを持っていました。そして4番打者の存在について以下のようにコメントしています。長打力は欲しいけれど絶対条件ではない。簡単には休まない心身のタフさ、場面ごとに何をすればいいのか理解できる野球頭の良さ、また好不調の波を小さくするために技術だけではなく野球を学び続ける姿勢も必要になる。4番打者として常に自分に厳しく向かい合うことで強靭な心と体を作り上げた落合。一方の清原は、4番というのは勝っても負けても責任を取るということです。4番が打ったら勝つ、打たなかったら負ける。4番打者としての責任の重さについて言及しています。しかし落合がそのプレッシャーの中で結果を残し続けたのに対し、清原は乗り越えることができませんでした。後に清原は巨人時代を振り返り、コンビニに行っても新聞が全部清原大ブレーキと書いていて、もう心が押しつぶされてしまいましたと語っています。落合に代わって巨人の4番に座った清原でしたが、そのプレッシャーは想像を絶するものだったようです。しかし一方で清原は各方面からチームバッティングを評価されています。西武の黄金期を作り上げた名将森義翔監督は、無冠の帝王なんて言われたりしたが、西武で一緒に野球やっていた時何年間も連続して優勝したチームの4番を務めてくれた。相当な重圧だったはず。これこそ彼しか持っていない立派なタイトルだと僕は思います。彼ほどチームの勝利に喜びを感じていた選手はいなかった。自分の記録よりチームの勝利に貪欲だった。本塁打より犠牲フライが欲しい場面というものがある。清原はそんなベンチの期待に応えようとする選手だったと語っています。清原のチームバッティングの高さは高校時代の恩師でもある中村順次監督や長嶋監督も評価しています。タイトルは取れなかったものの頂点を目指すチームにとって清原という打者は欠かせない存在だったということが分かるエピソードです。球界の番長と呼ばれ野球とは関係ないところで注目されることが多くなった清原ですが、自身の成績よりチームの勝利のために全力を尽くす一面もあったのです。